まあ綺麗だことという段ボールで。純くん、おはよう。5時55分です。これからパパとママは散歩に出かけます。もう実はえらい暑さになっています。今日まで殺人的な暑さだそうでございます。今日までなの？そう、明日はちょっと過ごしやすいと。ただこの時間だからね、まだ室内はエアコンが入ってるからあれか、何度だか分かりません。外はもう30度になろうかっていう感じかな。まだかね。まだかな。まあ今日散歩するんだとしたら本当に今しかないので、本来なら4時なら少し涼しいと思うんだけど、そんな早く起きられんわということですね。4時台はね、確かにそんなには。そう、ベランダに出てた。起きとったんかい。少しでも4時じゃなくて4時40分か30何分とかだったら忘れちゃったけど、お帰りでした。さあジャン君、パンちゃん、おいで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 、でこいで、おいで、おいで、あいや、これやりましょう。散歩の前にブラッシングだ。はいはい、君もブラッシングだ。あ、逃げた。ワンちゃん、ワンちゃんブラッシングしないとまた毛玉吐くよ。ワンちゃん、ポッキャン、ポッキャン、はい、ジャン君、はいはい。まあ綺麗だことという段ボールでございました。いただき物到着です。綺麗になってるの。なんかちょっと開けるのがもったいないですが、開けます。お、花の柄の、これはガムテープなのか。そうだね、養生テープみたいな感じかな。ああ最近は綺麗なのがいっぱいあるね。ねえ、鳥さんのね。よいしょ。ほう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 、あ、よいしょ、ね、なんか素敵なやつ。結構きっちり入ってる。こうやってスポンってやって大丈夫かな。大丈夫かな。上下逆になっても平気かな。ちょっと手が入らないので、よいしょ。それか下も開けて取り出す。ちょっと下も開けてみようか。よいしょ、よいしょ、中もちゃんと止めちゃって頑丈です。よいしょ。あ、これで押せば、じゃあこっち側を押せば、押せば、あ、逆に、うん、ああ、通りだ。あ、出た、出ました、出ました。何？わらび餅、やった。よかったね、大好きだもんね、わらび餅。やっぱ
そしてこれ和菓子は美味しいよね。あ、来た、あ、ポンが来た、ポンちゃん来ました、チェックに来ました、わらび餅ちゃんとお母さんの分も あ本当、ね、皆さん気にしていただいて本当にすいません。開けましょうか、開けましょうね、ポンちゃん、ほら開けるよ、ポンちゃん、ポンちゃんちゃんと見に来たね、ポンちゃんチェック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 。あ、ではわらび餅で囲んでしまいましょう。緑と恵みの果実園って書いてある。なんだろう。あ、段ボールも気になってる。段ボールも気にしてるのじゃん、ポンちゃん。お、なんかかわいい。お。かわいいです。果物柄。かわいいね。ここがかわいいね。あ、いや、なんか豪華だよ。めっちゃ豪華だよ。どうする？もう夏には欠かせないね。メロンと北海道のメロンと岡山のピオーネと福岡のあまおう、沖縄のマンゴーだそうです。すごい、ありがとうございます、立派だな。これが残っておりました。はい、あ、ぽんちゃん、ぽんちゃん乗るよね、そうだよね。お、なんか綺麗だよ。あ、すごい、お誕生日おめでとうの。あ、すごいアートでした。すごい飾れるね、うん、すごいね。うちそういえばさ、階段のところがただの黄色い壁になってるから、 ああいうところに飾ろうかな。はい、ポンちゃん、そうだね、うん、はい、ポンちゃん、どうもありがとうございます。綺麗だね、お花がいっぱい。今ちょうど朝ドラを見たとこなので、植物植物、あとピクミンもね、植物ね。でこぼこ、すごいね、綺麗に作ったね、ありがとうございます。ポンちゃん、はい、ポンちゃんここにこうやってポンちゃんの後ろにあったら可愛いんじゃない。よいしょ、ポンちゃんの、ポンちゃん、はい、ポンちゃん囲まれています、お花に囲まれているポンちゃんです。でいただきます。すぐ